どうもしゅんです、こんにちは。ということで、箕輪さんに本日もお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、今回は今4月ということで、うん、今から大学生になる方多いと思うんですけど、大学1年生とか、うん、若い世代が意識しておくこと、箕輪さんご自身も大学時代あったと思うんですけど、やってよかったこと、後悔していることをお伺いできたらなと思ってます。新入生向けですね、うん。大前提としてさ、俺みたいなむちゃくちゃだけど楽しい人生を送るみたいな前提に立っているのでですね、はい、大学時代やってよかったことは、旅をしたこと、友達と飲みまくったこと、うん、市場で遊び続けたこと、うん、この3つかな。自分の価値観っていうものがめちゃめちゃ相対的なものっていうか、日本に生まれ日本に生きてっていうものが当たり前じゃない、自分たちがいる場所は絶対的じゃなくて、ただたまたまここにいるだけで、貧しい人もバブルな人もいるし、お金の価値基準だけじゃなくていろんな人がいるっていうのを知る機会っていうのは、旅が一番あるからしてよかったなと思うかな。どんなヒットするコンテンツも、どんなヒットするサービスも、だから基本深い人間理解があるっていうのが軸なんだよね、うん、本で言うと人間ってこうだよねっていうので、うわすごい自分が言いたかったこと言ってくれてるとか、ビジネス書とかで言うと人間ってこういうふうに今まで生きてビジネスモデルとか発展してたから今後はこうなるはずだっていう推察もそうだけど、深い人間理解があって、それが本質を捉えてるとヒットしやすいし、うん、いい本になりやすい。それは日本人向けにビジネスをするって言っても、日本人ってこうだとか世間の人ってこうだって思うためには、それを一回相対化してなきゃいけないっていうか、ある種いろんな人がいる中で日本人ってこうだって思うことが大事。よく言われるのは世界に出て日本のことが初めて分かるみたいなもんで、深い人間理解が全てのビジネスか仕事の基本だから、それを理解するためにはいろんな人間とかいろんな世界を見ていくことが逆説的に大事、うん、人間を知って世界を知るから、いい仕事とかいいプロダクトができるし、いい仕事とかいいプロダクトを作ることによって人間と世界をより知れるみたいな、それをやることが僕の中ではなんか仕事みたいな感じだから、旅っていうのがそれが実体験としてできるものだから、時間的制約がない学生の時にやりまくってるのが絶対いいなと思って。今の旅なかなか行きづらかったりするっていうのは、抽象化すると他の人の価値観とか今まで体験してこなかったことをするっていうことでもないんですか？ダメなんだよね、旅じゃないと、知らない土地に行くっていうのは大事なんだよね。その土地の空気とか匂いとかご飯とか、お腹壊したりしながら、その土地に1週間2週間予定も決まらず滞在するって感じかな。でいろんな文化を知る。インドとかだったらさ、もう朝5時ぐらいにさ、めちゃめちゃうるさいわけよ、なんか鳥とか猿とかがさあとラッパみたいな宗教のブーみたいな音とかさ、うん、その音とかの情報とかが違うっていうのが一番体に分からせるから、旅は旅で、今コロナだから行けないとかっていうのはあるかもしんないけど、一人旅国内とかガンガン行った方がいいと思うよ、うん、批判浴びるかもしんないけど、一人でやっぱいろんなことを感じながら旅して現地の人と話したりっていう、一人旅は別にコロナでもできると思うから、国内だったら本当は海外の方がいいと思うけど、国内でも一人旅はするべきだと思う、うん。あとは飲みまくること。飲みまくることは何でいいんですか？まあ、これも時代が話してるかもしんないけど、まあ、いろんな人と会話することだよね。それも人間理解かな、うん、やっぱ俺が一番強いことは何かって言ったら、結局めちゃめちゃ一流の企業家とかクリエイターからクソリップ飛ばしてくるようなクズまで、その人の心を分かんのよ、全部分かってないけど、こういう人だよなっていうことがかなり正確にできるから、多分編集者としていろんな人と関われるんだと思うんだよね。この人ってこういう人だって取り扱い説明書が作れるっていう、うん、その能力って何かって言ったら、いろんな人と飲みまくって喋りまくって観察しまくったからだと思ってて、人間観察とか人間分析とか人間理解みたいなものを本当にアナログな飲みの場でやりまくったっていうのは今に生きてる。いろんな喋ったり書いたりっていうのもやっぱそれがベースになってるから、10人20人30人飲み会は嫌いな、大学生で飲みまくってるとそういうパーティー系を思い浮かべるかもしれないけど、もっとなんかこじんまり、うん、4、5人の飲み会、男子校の放課後みたいなさ、ずっとくだらないさ、あいつのあの癖マジムカつくよなみたいなことずっと言ってるような飲み会あるじゃん、はい、あれ
どうでもいい話ですね。そう、生産性のない、生産性がない人に対する洞察を12時間とかやってたもんね。すごい。ずっと話す。それはメンバーとしては変わるんですか？俺以外変わるよね。もう付き合ってらんねえからでも俺さ、それを本当思うよ。みんなそれやってる。一流の起業家とかメッセグループずっとそうだもん。いろんな人のツイッターのスクショをみんなで貼り合って、この人ってこういう人ですよねってみんながこう思ってるけど、裏から見るとこうだよねみたいな、ここに溢れんばかりの自意識が垣間見えちゃうよねみたいな、あんじゃん。すごいいいこと言っててもパフォーマンスだなお前みたいな、っていうのってみんな言うの。それって人間理解だから、すごいいいこと、地球にいい SDGs をやんなければいけないみたいなこと言ってることに対して、素晴らしい人だみたいに思うっていうのは人間理解じゃないの、うん、消費者なの。逆に本当に人の心を打つコンテンツを作ったり、人が勝手に利用したくなるサービスを作るっていうのはその逆で、みんなはそう捉えてるかもしれないけど、それってこの人がただ SDGs って言葉を利用して今っぽいことを発信している自分っていうのを作りたいだけだよねみたいなことを言えるっていうのが大事なことで、それは俺学生の時からやってたなと思って、悪口じゃないのよ、単純な分析なのよ。芸人で言ったら有吉さんとかさ、そういうこと頂点じゃん。みんな思ってるけど、その人も気づいてないようなことをスパッと言える。みんながふわっと思っているが言語化できてなくて、なんとなく違和感を感じてることをバンって言う。それがあだ名芸とかにつながったと思うんだけど、うん、そういうことだよね。それを学生時代に自然とやってたっていうんですね。ずーっとやってたよ。うちわノリで人間の内面的なドロドロした部分を斜めから的確に捉え続けるみたいな、それをやった。だからその2つは良かった。これ OB 訪問とかもやりたくなかったし、大人と会うのが嫌だったんだよ。うるせえよと、もうかかってくるの楽しくやってるからみたいな想像できる。なんかインターンとかも絶対行きたくなかったし、インターン行って受かるんだとしても行きたくないと。まあ面接を受けてこっから社会人ってなったら頑張るけど、今入ってくんな俺もうそんなわ、うるさいうるさいうるさいって思ってた。僕らのチャンネル絶対嫌いですね、皆さん。そういうの見るのとか好きだよ。コンテンツとして本で読むのとか好きだけど、はい、関わりたくないと、日常の動線入れたくなかった。くんなくんなっていうスタンスだったんですね。すごいやつとも関わりたくなかった。へー。要は大学ですごいやつの活字とかは読むのとか好きだったけど、はい、ミクシー日記とかそういうやつとは関わりたくなくて、もうなんか、なんでですか？何も努力してないけど楽しいから、うん、大人とかすごい同世代とかあって、なんかこのままでいいのかなって思いたくなかったのよ。夢から覚めそうで、でもそれがゆえに根拠のない自信だけ育ったの。みんな根拠のない自信ってどっかで打ち砕かれんじゃん、はい、すごい大人と出会ったりすごい同世代と出会ったりして、俺マジクズじゃんって思うじゃん。それ大事なことだと思うんだけど、はい、大学の4年間はある意味それを知ってたからこそか分かんないけど遠ざけてて、すごい根拠なく自信があったの。俺ほど面白い番組作れる人どこにいんのみたいなテレビ局 あの面接とかでも雑誌とかさ、クソつまんないじゃんみたいな、うん、こんな企画ダメでしょみたいな、俺がやった方が面白いでしょみたいな感じだったの。で、友達とかも絶対みんながやった方が面白いから、イエスマン、そうそうそう、嫌なやつよ。すごいさ、そこでさ楽しくなっているあるわけじゃん、内輪で、はい、でもそれは俺大事だと思って、だからこそやんないわけよ。社会に出てからちゃんとやろうと思ってるけど、才能はあるよみたいな。どっかで多分そこで俺は本当にチャレンジしちゃったらレベルの高さを知っちゃって諦めた気がするんだよね、うん、でもそこで根拠のない自分をすごい保護されたところで育ってたから、肥大化しきってたの、自信が。簡単には打ち砕けない自信がもう育ってたんですね。4年間育ててるから。今一般的に就職活動とか大学生は OB 訪問しなさいとか、いろんな価値観に触れなさいっていうようなのが正解みたいに捉えられてる。ある種正解だし、その時期は絶対に来る。冷や水かけられる瞬間っていうのは当然来るけど、才能のあるなしとかってある種勘違いが大事だから、今勘違いできなすぎるんだよね。全員超一流作家も今日初めて書いた人も同じ土俵じゃん。確かに。ノートとかっていうプラットフォーム上では、え、全然読まれないじゃん。 YouTube もそうですね。そう、全くそう。自分が面白いと思ってわし YouTuber やるぞって言って6再生と、俺でも3回ぐらい見たから3人しか見てないみたいな、もうやめよう普通に企業就職しようとかなっちゃうじゃん。良き悪きどっちもあるんだが、どっかで
早すぎる比べられる土壌に乗っかって根拠のない自信を持てずに立ち去るっていうことは果たしていいことなんだろうかっていうのはあるよね。確かにそうですね。今ちょっと過剰すぎる。だってヒカキンと勝負じゃん、1回戦目から、はい、本当は培養されんのよ、ちっちゃいとこから。ちょっとずつちょっとずつ根拠ない自信で自分なりの才能とかセンスなりを温めるって期間が作れたのは僕は結果良かったなって、みんなに当てはまるか分かんないけど、意識的に鎖国をするっていうような視点はまさにすごく大事だなと思いました。なんか僕自身も振り返っても、うん、石川県の金沢大学にずっといたから、うん、井の中の感じで入れたから簡単に折れないとか失敗しても大丈夫な土壌ができたみたいなところはあるなと思ったので、うん、そういう狭い範囲でお山の大将になるっていうのはありだなと思いました。お山の大将ありだよ。今なかなか鎖国できないからさ、結局中国の IT サービスとかもさ、意識的に鎖国してさ、やってますね、強くなってからグローバルに出すじゃん。それに近いかもしれないな。そうですね、なんか弱い時にガーファーと比べられたら一瞬で食いつぶされちゃうけど、まずインナーで盛り上げて盛り上げて、でライバルも入ってこないようにして強く強く強くして、ある程度戦えるよってなったらバンって出すみたいな、うん、ドワンゴの川上さんとかはさ、中国のやり方が正しいって言ってたけど、昔のインターネットの考え方だとそんなのインターネットじゃねえって、全部グローバルで最初からやるのがインターネットだってなってるから、気づいたらもう日本のサービスほとんど外国の企業だって、最初の段階で外国勢と勝負になって負けちゃうみたいになってたから、うん、それに近いかもね。確かに保護戦略っていうのももしかしたら大事で、それは大学の期間はしやすいかなっていうのは思うな。今から大学生の方や大学院3年生、なんか就活就活でやらなきゃっていう気持ちはもちろん大事だと思うんですけど、一方で温めるっていう、保存するっていうような視点も持っていただけたらなと思います、うん、はい、本日は三島さんありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。